YouTube をご覧の皆さん、いつもご視聴ありがとうございます。田舎遊びハンターです。さあ今回は忍び寮おすすめのセッティング、はい、ということでですね、今回はこちら、じゃん、サベージ。これ私が実際に鹿寮で使っている銃なんですけども、これね、前の方を見ていただくと、こうスコープが乗ってるんですね。でそのスコープの横、はい、ここですね、こちら見えますかね、ドットサイト、これドットサイトが載ってます。でこうね、45度に傾けて見えるっていう、この45度オフセットっていう格好でこれつけてるんですけど、これがですね、忍び寮に良かったんですね。で今回はこのオフセットしたこのドットサイト、これが忍び寮にどういいのか、それから取り付ける時の注意点は、そういう感じの内容をお伝えしていきたいと思います。まあ誰にでも合うかっていうと、そういうわけじゃないんですけども、できるだけね、あ、そうなのって思っていただけるような内容を用意しましたので、見ていただければと思います。それじゃあ早速ですけど、行ってみましょう。45度オフセットマウントのドットサイト。映画ジョンウィックをご覧になられたことってございますか？あの映画ジョンウィックの中でですね、この45度にオフセットしたドットサイトをバンバン撃ってる、そういうシーンがあって、いろんなところでこれ流行ったようなんですけど、まあ、今回ね、その映画の話は置いておいて、忍び寮でこのドットサイトがどういいかっていうとですね、まあ、まず忍び寮で獲物にどんな感じに出会うかっていうと、それはですね、私猟期中は忍び寮と巻狩り両方とも参加してですね、で巻狩りの方は週2回ぐらい参加してるんですね。でそこで竜巻、仕掛けについてるんですけど、だいたい巻狩りと忍び寮両方合わせても9割方はスコープの方が狙いやすい、そんな獲物の出会い方なんですね。でそうなってくると、このスコープ、今私これ載せてるのは3倍から12倍のスコープです。でここね、こういうフォーカスノブ、こういうのがついてる、こういうスコープを使うのがおすすめなんですけど、あ、そうそうそう、スコープに関してはね、こういうスコープがいいですよっていうのを上げてる他の動画もありますので、よろしければご視聴ください。でまあね、そういうスコープがおすすめなんですけど、たまにね、走ってる獲物、そういうのを見つけると、このスコープじゃちょっと追っかけにくいんですね。なのでドットサイトとかこういうものの方がいいんですけど、そういう時にですね、はい、じゃじゃん、ショートスコープです。こういうショートスコープを使えば、ショートスコープってね、倍率がだいたい下が1倍で、高めるとこれはね、上は8倍までです。で先ほどのね、こういうスコープは下が3倍、上が12倍、これ下がね1倍になることはあんまりないんですよ、こういうスコープって。だけどショートスコープはね、下が1倍になることが多いんですね。でそうすると走ってる獲物とかも1倍ならね、等倍なら狙いやすいっていうのがあるんですけど、このショートスコープに私はちょっと弱点を感じててですね。でその弱点が何かっていうと、このショートスコープっていうのは1倍の時、これよりもドットサイトの方が狙いやすいんですね。ショートスコープとドットサイト、これ2つとも使ったことがあられる方っていうのはご存知の通りだと思うんですけど、はるかにドットサイトの方が見やすいですね。でこれショートスコープっていうのはぐっと視野が狭くなるので、走ってる獲物とかをね、ぐんと追っかけていくと木の隙間なんて思ってもなかなか見えないんですね。まあ、はるかにドットサイトの方が視野がぐっと広くて見やすいです。それからですね、このショートスコープには他にも弱点を感じてて、でそれが何かっていうと、精密射撃が難しいっていうことなんですね。これもショートスコープで的打ちをされたことがある方っていうのはご存知の通りなんですけども、ショートスコープで精密射撃難しいですね。で、こういうね、普通のスコープならここにですね、フォーカスノブがついてるんですけど、こういうフォーカスノブがついてるもの、このものの方がパララックスとかの調整ができるので、精密射撃はしやすいですね。でそれからね、あとここの接眼レンズの大きさ、ここもね、ショートスコープ、このショートスコープに比べて接眼レンズも普通のスコープの方がちょっとね、見て分かりますかね、
ほんのちょっとだけこっちの方が大きいんですよ。でこのちょっとした大きさが覗いてみると全然違ってですね、視野の大きさっていうのを違うように感じます。もう同じ3倍にしておいて覗いても、あのショートスコープだとちょっと視野がやっぱ狭い感じがして、このね普通のこういうスコープだったら3倍にした時、獲物をパッと見ても見つけやすいんですね。ということで忍び漁の場合メインはスコープになるんですけど、これどんな感じに使うかっていうと、こう構えてですね、でこれをこうする、こうしてこうする。あーいいですね、パーフェクトです。これ以前はスコープの上にドットサイトをマウントするっていう、そういうやり方もやってみたんですけど、それはですねこう構えた時にスコープを覗いていてドットサイトに切り替えようと思ったら、こう頭をずらすんですね。するとここのね頬付けの部分がこうね離れちゃうということで使いにくかったんですけど、この45度オフセットマウント、これはですねこう構えて頬付けしたままずらす、こう構えてて下頬付けをねここしたままこうずらすんですよ。あーいいですね、よく見えます。でこのようにね使おうとするとちょっとしたポイントがあって、それは何かっていうと、ここまずはストックの高さです。まずはこのストックの高さ、これをですねスコープを覗いた時にピタッとこう頬付けして見える、そういう高さにここをねかさ上げしてあげる必要があります。でこれをかさ上げしたらですね、その後これを傾けてこのドットサイトを覗いた時にピタッとまっすぐ見えるようにですね、これちょっと見えますかね、映ってるかな、はいどうかな、あこれだったら映ってるかな、はいこの辺ですね、ここかさ上げをしてあげる必要があります。ここね高さを上げてます。ちょうどねこうまっすぐ見てた状態からカクンと傾けてみた時に、これが高さが赤点がピタッと見えるように、ここの高さですね、この部分の高さをミリ単位で自分の顔頬付けに合うように調整をする、これが大切ですね。それじゃあ実際にこの45度オフセットマウントで獲物を取った、そんなシーンをお見せしましょう。どうぞ。狙撃したシーンが映ってないじゃん。はい、ごめんなさい。なかなかね、撮影難しかったです。なかなかね、余裕がなくてですね、獲物が出た瞬間に GoPro のスイッチをオン、ガンカメラのスイッチもオンで、スコープかドットサイトか、スコープかドットサイトかなんてねこう考えてたら、慌てて獲物を見た瞬間にパン撃っちゃってました。精進したいと思います。私ね結構こうやってね、映像ダメにしちゃってるんですよね。こうなかなか撮影が間に合わなかったとかね、それとかせっかく撮影をしたのに GoPro の取り付け位置が悪くて GoPro が上を向いてた、空しか映ってないじゃんみたいなね。精進したいと思います。まあだけどですよ、この45度オフセットマウント、これ自体はいいと思います。あの打ちやすかったですね。はい、でこの45度マウントの、赤点なんですけど、ちょうどね今ここで目の前に走ってくる小鹿がいました。で狙撃の瞬間はね、あの撮影のボタンが間に合わなくて撮れなかったんですけど、今はこうやってきた鹿にですね、これ3倍のスコープがついてるんですよ。ここで3倍のスコープじゃちょっと合わないので、ここをねキュッと傾けてそのままスッっていう感じで撃ちました。これね、あのここにですね見えますかね、かさ上げしてるんでですね、このかさ上げをしてるとそのまま、構えた状態から傾けると、はい、ちょうどね赤点が見えるようにセッティングしてあります。見えますかね、カメラじゃ見えないかな、うん、こんな感じですね。最後にいいとこばっかりじゃなくてデメリットも挙げておくと、それは何かっていうと視野が狭くなるっていうことなんですね。でこれはですね、はい、見えますかね、こう覗いてて目がここを向いてると、これね45度オフセットマウントだったらここ覗いたまま傾けるんですね。で傾けるとこうドットサイトを見た時にね、ドットサイトよりもこっち側、右側っていうのは見やすいんですけど、ドットサイトよりも左側、こっち側にはちょうどねこのスコープとかが邪魔をして、ほんの少しだけ視野が狭くなります。そういうデメリットもありますね。
はい、ということで今回は忍び寮のおすすめのセッティング45度オフセットマウントのドットサイトでした。また今後もね、有益な情報を調べてきてお届けしたいと思いますので、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。